お疲れ様です。それではですね、今回は第5週目、こちらの方をね、見ていこうかと思います。経済指標カレンダーからいつものように見ていきますね。今回は月末月初が絡みます。月の変わり目です。その辺用心してください。1月29日は、これだけですね、何もないというね、月曜日は素直にテクニカルで勝負ができるんじゃないかなと思います。そして火曜日になると FOMC の1日目ですね。ここはね、大きな動きはいつもないんですけども、ちょっと心に留めておきたいですね。それから8時30分に日本では失業率が出ますけども、それと同時に有効求人倍率ね、なかなか景気はよろしくないと、でも生きるためには働かなくちゃいけないんで、有効求人倍率、そうですね、失業率っていうのも高まる一方ですけどね、どうなっちゃうんでしょうね。はい、ということで火曜日は私たちドル円市場にもたらす影響っていうのは特にないかなっていうところですね。はい、そのままないですね。そして水曜日になりますけども、水曜日も大きな動きはありません。はい、そのまま素直にいけるんじゃないかなと思います。ただしこれ月末になりますんでね、水曜日ね、ちょっと用心した方がいいのが、月間トレードの方っていうのは結構ね、金額でかいんですよ。ですんで、それが私たちドル円で勝負している日本市場、日本時間の間、朝9時から夕方のそうですね、4時とか5時ぐらいに大きな資金が動くようだと、そこにね、大陰線とか大陽線があられる可能性はあるなってところですよね。でもトレードを差し控えるほどの影響はないと思いますんで、月火水と果敢にトライしていきましょう。ただですね、月末1月31日水曜日のこれ28時30分なんで、正確には朝4時半ですよ。4時半ぐらいにパウエルの発言があります。そして FOMC の終了後の政策金利発表がありますんで、ここはね、大きく動くことになると思いますよ。ということで、木曜日の午前中は要警戒でございます。木曜日ね。そして木曜日、その政策金利に合わせてユーロとかイギリスとかも何らかの方針チェンジを行ってくるんではないかなと思います。場合によっては木曜日が警戒日になるかもしれないですね。しかも月初ですから。月初なんで、ここは多くの機関投資家さんも警戒するところなんじゃないかなと思います。はい、ISM ですね。これも結構大きな影響を及ぼしますね。そして2月2日金曜日が第5週目最後の日になるわけですけども、この日もね、木曜日を引きずらなければ素直にトレードができる一日になるんじゃないかなと思います。もちろん金曜日というのは難易度はね、高いんですけども、でも今回の難易度の高いのは、おそらく木曜日の午前中がマックスだと思いますよ。それに比べたら金曜日はね、難易度で言ったら低くなる傾向にあります。はい、以上ですかね。ですので、月火水、そうですね、月火水は素直にトレードして、木金は警戒日って感じですか。例えて言うなら、月火水が星2つで、で、木曜日、金曜日が星4つみたいな感じかなというところでございます。以上ですね。